それでは今日はここまで。委員長？え？あ、キーツ！レイ！ケイチ君、今日はお疲れなのかな？かな？俺は元気だぞ。と言いたいところだが、すまん。かなり眠い。大丈夫？昨日は大活躍だったからね。今日は帰って休んだ方がいいんじゃない？リカちゃんも今日は休みみたいだしさ。やっぱりリカちゃんも無理してたんだね。まだ怪我が治ってないのに、あれだけの演舞を最後までやり遂げたんだからね。疲れが抜けきらなくても当然だよ。もっとも、まさか終わった後に倒れて気を失っちゃうとまでは思ってなかったけどさ。熱出して寝込んじゃったんだよね。お家に一人ぼっちでいても大丈夫かな？かな？まあ、心配っちゃ心配だけどね。とはいえ、監督もおとなしく休ませてあげるのが一番の薬だって言ってたし、大丈夫でしょ。あんまり構いすぎるとかえってリカちゃんが気にしちゃうかもしれないしさ。うん、そうだよね。はあ。なあ、ミオ。うん？何、ケイちゃん？あ、いや、なんでもない。でも疲れて眠そうにしているケイチくん、かわいいよ。レナの家で一緒に寝る？お布団一緒でどうかな？かな？レナ、自分で何言ってるか分かってるか？大丈夫だよ。レナが優しく癒してあげるから。リカちゃん！
なのに。リカちゃん、リカちゃん、大丈夫か？頼む、返事をしてくれ。くそケイ、一、リカちゃん、本当にリカちゃんなんだよな。み、よかった、よかった、無事だったんだな、リカちゃん。
ケイチ、苦しいのです。あ、ごめん。リカちゃん、本当にリカちゃんなんだよな。他の誰かに見えるのですか？でも、どうして？さっきまで俺たち、山道を走って、そして…確かに僕は、あなたと一緒に富田家を追って、山に入ったのです。そこで、僕は…どうした、リカちゃん。やっぱり、どこか痛むのか。違う。急に頭の中が、ぐちゃぐちゃになって。リカちゃん。待ってろ。すぐ監督に連絡を。大丈夫なのです。したのですよ、リカちゃん。本当に大丈夫か？一応監督に見てもらった方が。平気です。ありがとうなのですよ、ケイチ。なんだ？なかったとしても、あなたは僕の味方でいてくれますか？え？いや、リカちゃん、何を言って。答えてください、ケイチ。僕はあなたたちの仲間の一人でいてもいいのですか？当たり前じゃないか。前にも言っただろ。レナにミオンにシオン、サトコにリカちゃん、みんな俺の大切な仲間だ。そしてみんなも絶対リカちゃんのことをそう思っている。リカちゃんがレナやサトコの幸せを願ったようにさ。ケイチ、本当に無事でよかったよ。リカちゃんにもしものことがあったら、俺はどんなに悔やんでも悔やみきれなかった。どうやって無事だったのかはわかんないけど、神様に祈りが通じたのかもな。そうですか。その思いが、ここに引き戻してくれたのかもしれないのです。え、それって。こんな時間に
誰だ？ケイチ。もしもし。赤坂です。って、君は？あ、俺、前原圭一です。リカちゃん。変わりました。もしもしなのです。どうしましたか？秘匿捜査指定が発令される前に、別件行為だけど、君たちには報告しておく。たった今、変死体が発見された。町へと続く、舗装道路の一角だ。その死体は、どんな殺され方ですか？死因は？死因は、外傷性ショック死。喉をガリガリとかきむしって、そこからの出血多量で絶命している。死後硬直の調査はまだこれからだが、おそらく、殺されてまだ間もないだろう。それで、殺されたのは、誰ですか？被害者の名前は？北条鉄平。赤坂さん、ところで圭一君、そろそろ宿に戻らないといけないんだけど、最後に里子ちゃんの様子を見てから帰ろうと思う。彼女の具合はどうかな？え、あ、いや。実は着替えてから診療所に行こうと思って、今から向かうところなんですよ。もしよかったら、ついでにご挨拶させてもらえませんか？ああ、それはぜひとも。電話でさよならよりも、会ってちゃんと話しておきたいからね。じゃ、待ってるから。リカちゃん、赤坂さん宿に帰るんだって。挨拶に行くだろ？言わずもがななのです。に。悪いね、夜遅くに。いえ、ちょうど寝る前に里子の様子を見に行こうと思ってましたから。それはよかった。圭一君、将来は公安なんてどうだい？君ならきっと向いていると思うよ。
うです。考えていることを口に出す癖が治らないうちは赤坂レベルに到達するのも難しいのですよ。なるほどね。ところで赤坂、奥さんたちの方は大丈夫なのですか？ああ、大丈夫だよ。みゆきは疲れて眠ってしまったが、妻には事情をかいつまんで話しておいた。愛知の方から信頼できる刑事さんが警護役のために駆けつけてくれたし、心配するようなことは何もないよ。ありがとうございます、赤坂さん。むしろ、リカちゃん、君の方こそ大丈夫かい？さっき入江先生から熱を出して寝込んでいるって聞いたんだけど。僕はお熱なんて出していませんですよ。全然平気なのです、ニパー。うん、確かに元気そうに見えるね。でも無理はしないでくれよ。了解なのです。おやおや、こんな夜更けに子供二人で出歩いてはいけませんな。ひょっとして人目を忍ぶ道ならぬ恋ってやつですか？なんでそうなるんですか。さとこのお見舞いに決まってるでしょ。僕にも選ぶ権利はあるのですよ。まあ確かにリカさんはもう心配ないようですね。やっぱり過労からの一時的な発熱だったんでしょうな。みただ今晩に限っては少々自重をお願いしたいところです。何せ今宵は綿流しの晩なんですからな。古出家のご当主様が若い男とお手でつないでどこかへ失踪なんてことになったらシャレにもなりませんよ。ご心配なく、私がこの後ちゃんと送りますから。それに呼んだのは私ですよ。ほう、なんでまたこんな時間にここに？いえ、帰る前に挨拶だけでもと思いましてね。そろそろ私は戻ってもよろしいでしょうか。リカさんと前原さんももう遅いですから、面会は手短にお願いしますね。特にリカさんは病み上がりなんですから、あまり無理はなさらずに。おや、どちらに？自宅に決まっているじゃないですか。もう検視に関しての協力は終わりましたので、帰って休ませていただきます。入江先生、わざわざ時間外にお呼び立てして申し訳ありませんがね、少々この後もお時間を都合していただけますでしょうか。どういうことです？まあ今晩の先生の行動内容とか会社との関係とか、いろいろお聞きしておきたいと思いましてね。
私を疑っているんですか？入江がそんな人でないことくらい僕が一番知っているのです。だから僕たちと同じように尋問を受けましょうなのです。どういうことなんですか？とりあえず診察室に。なあ、その前に赤坂さん、よろしくお願いしますね。それじゃあ前原さんも理香さんも中へどうぞ。先生もお願いしますね。あなたたちは。とりあえず中に入ってくださいなのです。この先入江の力が絶対に必要なのですよ。それで何から始めるんですか？ちなみに今晩の私のアリバイは。ああ、すみませんね。実はそれ一番どうでもいいことなんですよ。は？実はさっき聞いた話なんですが、山中で焼死体が見つかったそうです。ドラム缶の中でガソリンで焼かれて黒焦げになった若い女性のね。それが何か？身元はまだ確認中ですが、ほぼ間違いなくその被害者は高野美代です。まさか。驚くのはまだ早いですよ。ここに来るまでに宿泊先のホテルに確認したのですが、どうやら富竹二郎さん今行方不明だそうですね。そんな。この情報は警察内の秘匿になるでしょうが、今日中に村の上の連中やあなたのお仲間にも情報が行き渡るものかと思います。お二人とも今年の渡流しのたたりを受けて殺されてしまったってね。さてここから先は私たちよりも理香さんからお話しいただいた方がいいですかね。どうですか理香さん。朝か。すまない、説明が不足していたね。私はここに来るときに5年前の話を彼にしたんだ。それがあったからこそ鉄平の一件、そして富竹さんの失踪についての情報が迅速に入手できた。信用してくれて問題ないと思う。赤坂さんからお話は伺っておりますよ。まあ荒唐無稽というか、にわかには信じがたい内容ではありましたが、今晩の事件があった以上はどうやら信じざるを得ないようですね。それに大石さんが今後協力してくれるかどうかはともかく、この人はずっとたたりにまつわる事件を追ってきた。だから彼には
できれば可能な限り話しておきたいし、聞くだけの資格があると思う。どうだろうか。そうですね。ちょうどいい機会かもしれないのです。なんだかやばい話のようですね。私、もうここでおいとました方がよろしいでしょうか。確かに赤坂さんの話をちらっと聞いただけでも、危険な匂いがプンプン漂ってきてましたからね。多分、あなたも興味を持つと思いますのです。大石、4年前の、現場監督惨殺事件から続くたたりの真実、知りたいとは思いませんか？もう黙っていても無駄なのですよ、入江。この赤坂は警視庁の公安の人間です。そしてこの雛見沢に関しても、つい最近までかなり深いところまで調べていたそうなのです。入江機関のことももちろん。あなたは？自己紹介します。私は赤坂守、警視庁公安部の資料室第7室に勤めています。ちなみに東京の公安部資料室は確か内庁別室並みの極秘部門ですよ。秘密警察の批判もあるような極秘の強行捜査部隊でしたっけ？入江署長さんでしたね。5年ほど前、私が誘拐犯たちとの乱闘で怪我をした時、お世話になりました。あの時は丁寧な治療を本当にありがとうございました。あの時の、いえ、自分の仕事をしたまでですから。そしてあなたには入江診療所の他に入江機関の所長という別の肩書きもある。そうですね。それは、その…ご心配なく。私はあなたを調査に来たのでも、捕まえに来たのでもありません。ただ、私はこのリカちゃんと、5年前に約束したんです。彼女の身が危機に陥った時は、必ず助けに行くって。それだけのことです。信じてください。危機って、どういうことですか？そのままの意味です。リカちゃんの命が狙われている。だから私は、彼女を守るために、ここにやってきたのです。妙な話をしますけど、ふざけないで聞いてほしいのです。とてもとても真剣な話なのです。何ですか？まず入江、雛見沢症候群について、あなたの口から話してほしいのです。リカさん！富武が消され、高野が姿を消しました。おそらく、あなたが考えているよりも、事態は残酷な方向へと進行していますのです。そして、このまま放置すればおそらく、いえ、間違いなく、殺されるのはあなたなのです。なぜ私を？では反対に聞きますが、
もし富武が何らかの形で事件に巻き込まれいなくなったとしたら、東京は真っ先に誰を疑いますか？そしてレベル5を発症して死んだ人間が地元の警察に確保されたとしたら、その責任は誰に行きますか？まさか東京のことについてもこの人たちは知っているんですか？私はこれでも公安ですから。東京という名称はリカちゃんから聞きましたが、存在についてはそれなりに把握していました。大石さんは私から、この前原くんはリカちゃんから話を聞いたようですね。入江、僕は入江に死んでもらいたくないのです。入江はこれまで里子のために必死に頑張ってくれていました。その感謝を忘れたことはありませんし、きっとこの先僕が成長してからも忘れるつもりはないのです。もう一度言います、あなたはこのままだと殺されます。この綿流しの夜に富武と高野がいなくなり、しかも鉄平はレベル5症状を突然発症して死んだ。これをあなたは本当に偶然と思っているのですか？リカさん。わかりました。お話しします。私の話せる限りのこと。でも、この話が本当なら、私が調べていたものについての疑問が理解できます、大石さん。これらの話は、すべてあり得る話だと思いますよ。私は、何かの小説の筋書きみたいな気分ですが、いや、それが事実ならば、僕は高野が怪しいと思っていました。ですがその証拠はありません。それを確かめるために富武に調査をお願いしていたところだったのです。そして彼は行方不明。疑わない方が不思議ってやつですね。それで入江、僕はその雛見沢症候群において女王感染者というものなのですね。はい、リカさんの寄生体だけは村中の誰とも違う特別なものです。そしてその僕が死ぬとどうなりますですか？以前お話ししたかもしれませんが、とても大変なことになります。いえ、正確にはとても大変なことになると思われますが正しいですね。何しろリカさんが死ぬまで検証不能なのですから。この辺は高野さんの専門だったのですが、今となっては高野は死んでいないのです。だからこそ知っている限りで構わないから説明してください。え？
一体どういうことなんです？さっき高野さんの死体が発見されたと言ったばかりじゃないですか。公式発表としてはということです。おそらく本人か、あるいは仲間によって偽装された可能性が高い。いや、確実でしょう。偽装？なぜ？ああ、ついさっき聞いたばかりで言い忘れてたんですけどね。高野美代は、渡流しの祭りの今晩、屋台で目撃されています。でも、お隣の県警さんの鑑識の結果だと、死後24時間以上が経過しているとのことです。赤坂さんに注意されてましたから、重々に念押ししたおかげで、正確な時間が伝わりましたよ。そのあたりは、見ない警部のおかげですよ。彼女のおかげで、鑑識の一人の現地を取ることができたのですから。ねえ、こっちから目撃情報を先に提供していたら、やっこさんたちは絶対に時間を調整して報告してきたでしょうな。それって、まさか。いずれにせよ、女王感染者と呼ばれる人が発病することは、この村の死を意味します。いや、それだけじゃない。理性もなく、異常行動を繰り返す人間が、村外に繰り出すことを考えただけでも、恐ろしいことになるでしょう。それだけは何としても防がなくてはいけないと、我々が存在しているんです。なら、話の腰を折らずに聞いて答えてくださいです。みんなも黙って聞いていてください。そんな僕を殺して誰かが何かを得するということはありますですか？え？リカさんを殺す？誰が？入江、話の腰を折らずに答える約束です。すみません。いえ、考えられません。あなたを殺して得をする人間など存在するわけがない。繰り返しになりますが、もし女王感染者に万一があれば、一般感染者は全員48時間以内に末期症状に至るんです。それこそが雛見沢症候群の最も危険な一面と言えるでしょう。被害妄想の拡大や錯乱などの個人症状とは比べ物にならない規模の大事態です。その大事態を起こして誰かが得をするということは絶対にありえません。リカさんを殺すということは村人 2,000 人を殺すのと全く同じことです。たとえ冗談でも絶対に考えられないことです。僕が死ねば、雛見沢の人たち全員が被害妄想に取り憑かれて錯乱し、あるいは殺し合う鬼の血を引く末裔たちの村の終焉としては、これ以上ないフィナーレなのです。もちろん、それが想定される最悪の事態です。ですので、もしも万一、リカさんが死ぬようなことがあった場合、ある緊急措置が取られることになっています。緊急措置？初耳なのですよ。多分、初めてお話しすると思います。
物騒な話でしたので、私も話したくなかった。入江機関にとって、雛見沢症候群治療の中での最優先事項は、女王感染者の保護です。ですが万一、女王感染者が死亡し、感染者全員の急性発症が見込まれた場合、それを未然に防ぐ緊急措置が取られることになっています。非常時用の緊急マニュアルというものが存在しまして、その中で最も危険度の高い事態、つまり理香さんが死んだ場合に適用されるものが緊急マニュアル第34号というものです。それが適用されると何か起こるのですか？具体的には自衛隊の緊急時専門の部隊が雛見沢を封鎖して、それも初耳なのです。すみませんでした。私もあまり好きな話ではなかったもので。高野と山犬が僕を殺すというのはあり得ることですか？バカな。絶対にあり得ないことです。いや、それどころか高野さんは理香さんの保護に一番気を使っていますし、山犬の最大の任務の一つはあなたの護衛です。そんなことは絶対にあり得ない。入江、それでもなお高野が僕を殺すとしたら、どんな動機が考えられますですか？考えられません。女王感染者の危険性について一番知っているのが彼女なんですから。それにご存知でしょう、彼女は雛見沢症候群の研究に並外れた情熱を注いでいます。あなたを殺してしまうことはその情熱と矛盾する行為です。でも入江、前に一度言っていましたね。雛見沢症候群は確か3年以内で撲滅する計画になっていると。撲滅というのは症候群を滅ぼしてしまうこと。研究を続けたい彼女の情熱にとってそれはどうなのでしょう？それは私にとって雛見沢症候群は治療すべき対象ですが、高野さんにとっては研究素材なんです。実際彼女は3カ年計画には強く反対していて、研究の無期延長について理事会に進言するため単身上京したとまで聞いています。もっともそれは失敗に終わったそうですが。つまり高野はもっと研究を続けたいのに、雛見沢症候群は3年以内に撲滅されてしまい、高野は研究対象を失ってしまうということなのですか？そういう言い方もできるかもしれません。
どうせ終わらせられてしまう研究なら、最後に盛大にひっくり返してやりたい。という考え方はどうですか？バカな。そんなこと、あってはならないことです。でも、入江も高野の性分は知っているはずなのです。あいつならやりかねない。あいつなら僕を殺しかねないという可能性は、本当にありませんですか？ありえない。ありえません。そんな恐ろしいことは、絶対に。思いますですか、圭一。どうしてこの時期に高野は実行しようと考えたのでしょうか。あ、そうか。関係ない話だけどさ、リカちゃん以前言ってたよな。昭和58年の6月、決まった時、自分は死ぬ。だから、どんなことも楽しめないって。それと同じ理由ってことは考えられないか？だから、どういうことですか？3日後に死ぬ。3年後に死ぬ。期間で言えば大違いだけど、どちらも死ぬというゴールが決められている。しかも、自分じゃない誰かの意志によってな。それって、結局聞いた本人にとって、衝撃は同じようなもんじゃないのか？なるほど。患者が衝撃を受けるのは、病気で死に直面した時よりも、それを告げられた時だと。何かの本で読んだことがあります。それに死刑囚が最も取り乱すのは刑が確定した時。そう考えると納得できない話ではありません。お二人ともこじつけが過ぎます。高野さんはそんなに短慮な人ではありませんよ。だいたいそんなバカな計画を実行してどんな得が。爆弾を自宅で爆発させるようなものじゃありませんか。権力闘争。ああいやね、東京って組織がどんなところか知りませんけど、もし勢力が二分されてて反対派ってのがいたらの話ですよ。その連中はこのプロジェクトが失敗すればきっと喜ぶんだろうなと思いましてね。ひょっとして爆弾を仕掛けてきたのって日並沢とか入江先生たちの研究を快く思わない連中じゃないんですか。そんな人は、組織には？結構近いですよ、それ。まあ、現実はもっと露骨で、醜悪ですけどね。
入江機関のクライアントのアルファベット、これわかりますよね。つい最近まで私の第7室は巨額の裏金ルートとそれを牛耳る黒幕たちを内定していました。アルファベットプロジェクトとはその裏金ルートのうちの一つです。ただ最初にお断りしておきますが、第7室のこの調査はすでに中断され、私たちはその任を解かれています。ですので私は業務上知り得たことを勝手に口外しているに過ぎません。もちろん私は雛見沢へは名目上休暇として訪れています。そこだけ誤解がないようにお願いいたします。その裏金ルートから毎年巨額の裏金が入江機関という下根市内にある研究機関に流れ込んでいることがすでに分かっています。そして入江機関という機関名には括弧書きで入江診療所との補記までされています。そして入江機関トップは自衛隊から出向している二等陸佐入江京介氏とも。違います。私は自衛隊なんかではありません。もうお話しますが、私たちのクライアントはともかく、私たちは別にやましいことをしているつもりはないんです。これだけは本当なんです。信じてください。入江の言う通りなのです。入江は騙してまでお金を受け取ったりはしないのですよ。わかっています。で、これが入江機関名義の裏金の流れ着き先。探すのは結構骨が折れましたが、この名前に見覚えがありませんか？これは、高野さんが接触したアルファベットプロジェクト継続派の東京の幹部たち。予想通りですね。アルファベットプロジェクトの再編は、不採算部門のリストラと方向性の見直しなんかじゃない。より狡猾に、そして効率よく上層部の特定人物へ金が流れるように体制が組み替えられただけ。何のことはない。継続派も反対派も発想は同じなんですよ。さらに付け加えると、あなたの開発した治療薬のノウハウは外資系企業に高値で横流しされていたようですね。もっとも、そのあたりの詳細は東京地検の特捜部が調査中とのことですが。そんな、バカな。おそらく富武二郎はこれを発見した。そして高野美代がどちらかに深く関わっていることを知り、彼女を説得しようとして逆に消された。まだ死んだと決まったわけではないのです。ただでさえプロジェクト停止で落ち込んでいた高野美代はどう思うか。そして継続派を組織から排除し、自分たちが後釜につこうと考えている奴らが彼女を焚きつければどうなるか、それはご想像にお任せします。ただ認めたくない現実から目をそらし続けても時間は確実に進んでいく。そのことだけは決して忘れないでください。それに、私はリカちゃんを信頼して彼女に手を貸そうと思った。ここにいる前原くんもね。そのリカちゃんと前原くんがあなたを助けたいと思って必死になっている。あなたがそれを軽んじるような人でないことを、私はただそれだけを願っていますよ。ええ、わかっています。それだけは。
よく。それから大石さん。はい。何でしょうか。これからの話は警察の手に余るどころか、とんでもない領域に入ろうとしています。それにどうも関わる山が大きすぎる気がします。大石さん、冷たい言い方をしますが、あなたはここで引かれた方がいいかもしれません。赤坂さん、それはどういう意味ですか。先ほども言われました通り、大石さんは今年で定年じゃないですか。長かった危険なお仕事がようやく終わり、そのねぎらいとして退職金を得られる直前にいる。お金は大事です。家のローンの完済や老後の蓄え、そして第二の人生の支度金。ですが、今回の山は危険すぎる。私の勘から言って、この山は多分、最後にはなかったことにされる。つまり、全てを失う覚悟がなきゃ、今からでも遅くないから引き返せって、そうおっしゃるんでしょう。そうです。大石さんほどの方にこんなことを言うのは、若輩の身には過ぎたことと分かっています。ですが、私は今日まで一般警察とは次元の違う山にいくつも関わってきました。だから、その経験の上で大石さんにご忠告させていただいてるんです。私がお小遣いを残したいばかりに、随分のんびりしたローン返済をしちゃいましてね。もっと繰り上げ償還とかしてりゃ利子の分得をできただろうに。博打やらお酒やら、そんなものに使うお金が残したくてね。もし私がツケを退職金に回すような人生を選ばず、もっともっと賢く生きてきたなら、ここで私はかっこよく、懲戒なんか怖くないって意気込むところなんでしょう。でもね、それでもね、私は刑事なんですよ。今の今まで、そして退職の瞬間までね。いや、そんなのはもうどうでもいいのかもしれない。私は墓前で誓ったんですよ。おやっさんを殺した犯人を必ず挙げてやるって。それはつまり、おやっさんを殺した犯人を挙げるまで、私はいつまでも刑事でいるって誓いなんです。それはつまり、私が警官かどうかってことじゃない。私が仇を取るその日まで、たとえ懲戒を食らったって、刑事魂を忘れないっていうことなんです。その私が、懲戒免職が怖いって、退職金が不意になるかもしれないのが怖いって。ああ、怖いですよ。何千万って金が入ることを当てにした人生設計が全部パーになるんですよ。北海道でのんびり家庭菜園を楽しんで、すすきので遊んで社交ダンスを始めて、それがパーになるのの、
何が怖いってんですかね。私の刑事魂はそんなもんだったんですかね。品見沢村連続開始事件の真相を暴く、夢にまで願った真相の扉が今ここにあるってのに。くそー、ちくしょー、警察手帳を叩きつけりゃいい。警察なんていつでもやめてやるってなんで言えないんだ。くそーくそー、ちくしょー。大石さんは確か殺された現場監督さんのご友人でいらっしゃいましたね。ねえ、友人であり兄貴であり親父でした。私は形式だけとはいえ入江機関の長です。多分理香さんをめぐる陰謀が暴かれれば必ず私にも飛び火し、何らかの形で責任を取らされる日が来るでしょう。全てが終わったら大石さんに雛見沢村連続開始事件の全てをお話しします。本当は就寝の秘匿義務があるんですが、もういいでしょう。いやいや、そういうわけにはいけません。トゥザ、皆さんに協力した勇気ある大石クラウドに教えてやってください。退職金が欲しくて保身に走るみっともない大石クラウドには過ぎたもんです。考える時間をもらうことはできませんかね。真相を暴き悪を打ちたい気持ちはあるんです。そのために勇気を持つ時間を、もう少しだけ、もらうことはできませんかね。おいしい。あなたのことを僕が許してあげるのです。うん、あなたが決心するのに必要な時間を僕は許します。あなたは今日まで自分に素直であり、そして厳しくもありながら今日までの人生を積み重ねてきました。そんな決して軽くない人生だからこそ、決断を求められる時にもその選択肢は重みを得るのです。軽々しい選択や蛮勇は決して誇らしいものではない。真に誇るべきなのはあなたのような真に重い人生を歩んできた者が本当に重い選択をした時なのです。あなたが冷静で落ち着きある選択をしようとも、勇敢で男らしい選択をしようとも、僕はあなたを称えましょう。それがあなたの悩み抜いた選択である限り。ありがとう。なぜか一番嬉しかった言葉です。臆病な私に時間を許してくれてありがとう。
イリア先生、たった一つだけでいいんです。教えてください。ええ、何でも聞いてください。私はおやっさんをバラバラにして殺した連中を裏で糸を引いていたのは園崎家だと信じておってきました。それは正解ですかね。いいえ、不正解です。雛見沢村連続開始事件は、すべては私たち側から説明できることです。そうですか。大石、お社様のたたりと呼ばれる事件は、どれもこの村のいかなる人物の暗躍によるものではありません。園崎家も御三家も、そして村人も一切が関係ないのです。それじゃあ、私が今日まで集めてきた園崎家が裏でどうこうってのは全部ガセだったって、そういうことですかね。園崎家当主にはいかなる天才もすべて自らの差し金であるように振る舞うべしという秘密の家訓がありますです。園崎家は何も知らない。いや、それどころか毎年起こる事件に怯えてすらいる。でもそれを家の威厳に組み込むため黒幕を装っているだけなのです。そんな家訓があるんですか。なるほど、納得です。それが本当なら、お寮のばあさんめ、くっそ、思わせぶりなことばっかり言いやがるな。それ、本当なんですよね。本当なのですよ。古出家当主の秘密巻物にも書いてありますです。見ますですか？大石が嬉しい気持ち、僕にはわかりますです。おや、何がわかるって言うんですか。僕も初めの頃その崎家を疑っていました。でもそれが間違いと分かったとき、とてもほっとして嬉しかったのです。憎む人がいなくなるというのは、とてもとても幸せで、気持ちいいことだって、分かりますから。まさかまさか、園崎家が、獅子骨市内を牛耳る立ちの悪い暴力団組織であることに変わりはありません。連中のどこのチンピラに刺されたこともありますからね。別に開始事件の黒幕でないと分かったからといって、私にとって敵対的な存在であることが変わるわけではありません。まあそれだけのことなんですが、なぜか愉快になっちゃいましてね。そろそろ時間もない。
今後どうするか、それだけを考えよう。はっきりしているのは高野の意図だけです。おそらく僕を拘束して綿流しのたたりの生贄とするつもりなのです。時期はわかりませんが、もう間もなくそれを実行に移してくるはずでしょう。それを逃れるためには。わかってる。リカちゃんを守ることが俺たちの果たすべき最低の義務。どんな手を使ってでも攻撃させるわけにはいかない。相手の動きがはっきりとするまで下手に出歩かず、一番安全なところに避難すべきだろう。そんな好条件の場所はあるでしょうか。リカちゃん、そろそろミオンたちに打ち明ける時が来たんじゃないか。身を隠すためにはみんなの力がきっと役に立つと思うぞ。みんな信じてくれますでしょうか。実際に今晩犠牲者と行方不明になっている人がいる。こうなればさすがに事態の危険性を理解してもらえるだろう。それにみんなリカちゃんの予知のおかげで最悪の未来を回避することができたんだ。きっと今度はリカちゃんの力になってもらえるさ。わかりましたのです。それに園崎本家の地下祭具殿は立てこもるにはとても理想的な場所だったはずなのです。ところで、さとこちゃんはどうしますか？さとこ、移動させなくてはいけないのです。入江、今さとこはどんな状況ですか？それが、いいとは言えないんですが、悪いとも言えない。正直よくわからない状況なんです。どういうこと？脳波が入り乱れて時折複雑な動きをします。おそらく夢を見ているんでしょうが、その度に苦しんだり泣いたりうめいたりして。それってまさか。しかし不思議なことに、その夢見が終わった後は決まって穏やかな寝顔になるんです。ただその感覚も徐々に周期が縮まっています。これが何を意味するのか全く想像ができない。さとこ、可能であれば小倉の医療施設に移したいと思っています。あそこなら私の子飼いのスタッフも多いので安心できると思うんですが。山犬が高野の手の内にある以上、極楽も完全には信用できないのです。赤坂、何かいい方法はないでしょうか。入江所長、さとこちゃんの最低限の生命維持にはどれくらいの医療機材が必要となってくるのですか。現時点では日常使用しているワクチンが最低限、そして脳波と脈拍を計測する機器があれば理想的です。ただ電源等も含めて蛍光及び仮設置は一般家庭の部屋でも可能ですので、一時的に場所を移転するのであれば問題はないかと思います。だとしたら決まりだ。さとこもミオンのその地下祭具殿に搬送して二人でそこに立てこもったらいいんじゃないか。そうですよね監督。医師としてはあまり歓迎したくない事態ですが、状況が状況です。致し方ないでしょう。ただそうなれば同じ意味でサトシ君も運び出す必要があります。え？サトシって、あのサトコの兄の
王女サトシか？じゃあ、サトシって、この診療所にいたのか？ええ、リカさん？ごめんなさいなのです。まだ、ケイチたちには、サトシのことを話していなかったのですよ。そうですか。今話した通り、この診療所には、北条サトシ君がいます。わけあって周囲から隔離していましたが、彼も雛見沢症候群の重度患者、そして、被験者なんです。おい、ミオ。あ、なに、ケイちゃん。なんか用？いや、用っていうか、これからみんなで、サトコのお見舞いに行かないか。みんな？いや、いいけど、ケイちゃんはお疲れでしょ？今日は私たちが行っておくから、ケイちゃんは帰って休んだ方がいいんじゃない？うん、レナもそう思うな。別に毎日お見舞いしなくても、サトコちゃんは怒ったりしないよ。ああ、大丈夫だ。今日サトコが目を覚ましていたら、後で言われそうだしな。まあ、そう言うなら。それじゃ、揃って昨日の報告会と行くか。お土産持参でね。ああ楽しそうだね。あ、私リヤカーと一緒でもいいかな。ゴミ山でね、サトコちゃんが前から欲しいって言ってた可愛いもの見つけたんだ。うん、だからって診療所に持っていくのはな。それにそれ祭りのお土産じゃないでしょ。でもでも、一日でも早くそばに置いてあげたいんだもん。そういや、シオンはどうした？昨日の晩はうち泊まるって言ってたんだけど、なんか朝起きたらいなくなってたんだよね。それに。それに？あ、いや、なんでもない。気のせいかもしれないしさ。しーちゃんのことだから、きっと診療所だよ。行けば会えると思うな、思うな。そうだな。よし、それじゃあとりあえず、出発！おう！それにしても、どうして
こんなことになってしまったんだろう。はい、もしもし。あ、監督、シオンです。先に来ちゃいました。入れてもらえませんか？いいですよ、ちょっと待っていてくださいね。おや、それは里子へのプレゼントです。昨日、屋台パーラーの特別手当にもらったんですよ。可愛らしいですね。きっと起きたら、さとこちゃんも喜びますよ。さとこはどうです？大丈夫です。薬が効いてよく眠っていますが、心配ありませんよ。なら、好都合ですね。あなたに聞きたいことがあります。サトシ君はどこ？